ゴアの地図ゴア州は、インド西海岸の州である。16世紀から20世紀半ばまで、ポルトガル領インドの一部であり、ポルトガルのアジアにおける拠点であった。漢字表記はフセア、ニワカー。ゴアは、インド西海岸中部のマンドウイー川の河口にある、島に位置し、天然の良好を有する。ゴアは11世紀初めから貿易港として発展し、 14世紀からは、イスラム系王朝の下で、馬や、香料の貿易で繁栄した。16世紀初めには、イスラーム王朝のビジャープル王国の重要都市であった。1510年2月、ポルトガル王国のインド総督、アフォンソでアルブケルケが1000人のポルトガル兵を率いて来航し、この都市を降伏させた。しかし、ゴアの要塞が、老朽化しており、使えなかったため、 同年5月にビジャープル王国のスルターンが5万の兵を率いて攻撃してくると一旦引き上げた。アフォンソでアルブケルケはポルトガル本国からの増援が到着すると同年11月2000のポルトガル兵によってゴアを再び陥落させた。ビジャープルのスルターンは何度もゴアを攻撃したが脱回できなかった。1512年には ゴア要塞へ通じる水路を制するベナステリム要塞を脱取し、ゴアに病院といくつかの教会を建設した。1530年、ポルトガル領インドの主婦はコーチンからゴアに移され、アジアの全植民地を統治するポルトガルのインド総督、あるいはインド副王が駐在した。ゴアとリスボンの間には、希望本経由の定期航路が開かれ、 多くのポルトガル人をアジアに送り出し、アジアの富をポルトガルに持ち帰った。1534年には、ローマ教会の大使教座が設置され、ローマ教会において全アジアを管轄する中心となり、これを機に、サンタカタリナ大聖堂が建設された。17世紀初頭のゴアはモザンビークから長崎に、広がるポルトガル海上帝国の主婦として、東洋のローマと呼ばれる。 黄金時代を迎えた。当時のゴアの人口は20万人に達し、市内には壮麗な教会や修道院、総督府などの建物が立ち並んで、ヨーロッパの都市にも引けを取らなかったとされる。その一方で、ゴアに住むインド人はキリスト教への改修を強制され、また異端審問書も設置された。18世紀に作成されたゴアの古地図17世紀に、 アジアへ進出したオランダ共和国が、ポルトガル戦を打破したり、マラッカなど、ポルトガル植民地を奪取すると、ポルトガルの海上派遣は、次第に衰えていった。しかし、オランダはゴアを何度も包囲したが、ゴアを陥落させることはできなかった。また、マラーター同盟への慎重により一時は、複合が処刑されるなどの状態に追い込まれたが、その内紛に乗じて、 反撃に転じ、ゴアはこれまでの4倍となる3700平方キロメートルにまで拡大した。19世紀初めにナポレオンがポルトガル本国を占領すると、ゴアがフランスの手に落ちることを恐れたイギリスに一時的に占領された。その後、イギリスがインドに植民地帝国を建設した時も、ポルトガルはゴア、リィウ、ダマンなどの都市の領有を保持した。 第二次世界大戦においてポルトガルは中立国の立場を取ったため、ゴアは東アフリカのモザンビーク植民地のロレンソ・マルケスと共に抑留されていた交戦国民の交換戦による交換地となった。1947年にインドがイギリスから独立すると、インド政府はポルトガルにも領土の返還を求めたが、 他の植民地での独立闘争に波及することで、植民地帝国が崩壊することを恐れた、当時のアントニオ・サラザール政権は応じなかった。またこの時ゴアで、鉄鉱石が発見され、また自由貿易港であることもあってゴアは再び、繁栄の時代を迎えることになった。しかし、1955年、非暴力で、領土返還を求めるデモ隊に、ポルトガルの警察が発砲。 死者20人以上、負傷者500人近くを出す惨事が起き、ポルトガル統治に対する反感が高まり、この事態を重く見たインド政府が1961年にポルトガル領に武力侵攻し、インドにおけるポルトガルの植民地支配はようやく終結した。この時来た大西洋条約機構に加盟していたポルトガルは共同防衛を期待したが、結果的に援軍はなかった。 働く女性たちチャポラ側の夕焼けインドによるゴア併合に対しアメリカとイギリスが国連アンポリで避難決議案を提出したがソ連が拒否権を発動し採択されなかった多くの国は植民地独立の一つとして支持し1974年のカーネーション革命を経てポルトガルは公式に主権を放棄した1987年に パナジを主婦とするゴア州が設置された。2001年現在の州の人口は135万人である。州内では英語やコンカニー語などが使用されているが、ポルトガル語を話す住民も3万から5万人程度存在する。1986年には、セーフランシス・コザビエルの墓を収容するボムジェズ教会やセフランシス修道院など、 ポルトガル時代のキリスト教建築が、ゴアの聖堂と修道院として、ユネスコ世界遺産に登録された。ポルトガル植民地時代の建物と文化が残っており、リゾート地として、国内外の観光客を集めている。この地の音楽から生まれた、ゴアトランスは、サイケデリックトランスとして世界に広まった。ゴアはインドで最も富裕な州の一つである。 2007年の GDP は30億ドル。主要産業は観光で、工業が続く。鉄、防気マとガン等を産出する。農業と漁業は衰退しつつある。米が主要農産物である。ごア国際空港、ありがとうございます。